共同通信によりますと、中国の習近平国家主席が沖縄県の尖閣諸島について中国の権益を守る軍事行動を推進するよう明言していたことが分かりました。尖閣諸島の日本の実効支配を打破する狙いがあるとみられ、周辺海域では巡視船によるパトロールに加え中国海軍の艦船や空軍機が接近してくる可能性もあります。中国軍の内部文書によりますと、習主席は今年2月に開かれた軍の幹部による非公開の会議で、去年6月に中国海軍の艦船が初めて尖閣諸島周辺の接続水域に入ったことなどを指して、権益を守る軍事行動を深く推進したと述べました。さらに、戦略が適切であれば危機をチャンスに転じて戦略的に主導権をつかめることは実戦が証明したとも語り、軍事闘争の継続を支持しました。これは2012年9月に日本政府が尖閣諸島を国有化したことを利用して巡視行動に踏み込んだことを指していて、中国側が優位に立ちつつあるという認識を示したものです。はい、そこまでいいんですが、はい、これはとっても大事なニュースなんですよね。で、大事なうちの一つがですね、例えば習近平国家主席がこういう恐ろしいことを言ったっていうのは、普通は言ったかもしれないになるわけですよ。だって言っただけだから、でも今回はその習近平国家主席の発言を記録した中国軍の内部文書で確認されてるニュースなんで、これは意義が全然違うんですよ。非公開の会ですもんね。ちなみにですね、週末になると、さっきもちらっと言いましたけど、僕は地方に出張すること多いですよね。で、週末に出張して地方紙読んでるとですね、行くと必ずその地方紙を読んでいくんですよね。で、そうするとですね、一面トップにこの、ちなみに僕が読んだ地方紙っていうのは左で有名な地方紙です。で、共同通信の加盟紙っていうのは本来は例えば北国新聞のように安保法制正しいという新聞もあれば、例えば近くで言ったら信濃毎日とか北海道新聞とか、それから沖縄の西とか、安保法制はもうけしからんというところとかいっぱいあるわけですよね。だ、本来共同は中立だったんですが、毎日新聞を加盟紙にしたために今左に傾いてしまってるんですね。話を元に戻すとですね、左で有名なこの地方紙読んだら、一面トップにこの件が書いてあるわけですよ。ね、中国軍が攻めてくるんじゃないかというニュースがですね、さすがに一面トップになってるわけ、ところがその一面のですね、朝日で言ったら天聖人号というとんでもないコラムね、自分の打文が天の声、いい加減せよ、この天聖人号みたいなコーナーがどこの新聞あるんじゃないですか、そこにですね、その憲法改正はけしからんってこと書いてあるわけです。で、特にそのコラムの一番最後にね、国会の調査団がイギリスに行った時に、イギリス側から憲法を変えたら、ね、自衛隊を憲法に明記したら何が変わるんですかって聞かれて答えられなかった、はい、ほら見ろみたいなことが書いてあるわけです。はっ、これはその答えられなかったっていうのはその国会の責任だけども、しかし何が変わるかっていうのはまさしくこれが変わるわけじゃないですか、ね、だから日本はこの日本国憲法の定めによって国の公選権これ認められてないんで、自衛隊はなんと相手が台風とか地震だったら対抗できるけれども、相手が外国だったら対抗できないんですよね。国の公選権これ認めないって書いてあるから、はい、だからまさしく習近平さんが尖閣諸島にもう軍を出していけばいいんだってことを言ってるわけじゃないですか。だから一面トップの記事でその実例を見ながら、そのコラムでは依然として昔話をしてるわけですよね、で、その上でね、この記事はすいません、この僕は今やめてるから言いにくいんだけど、今左巻きになってしまってる共同通信にしては珍しくまともなことが書いてあって、つまり習近平国家主席が戦略が適切であれば危機をチャンスに転じて戦略的に主導権をつかめることを実戦が証明したっていうのは何を言ってるか解説してて、これは2012年9月に当時野田政権ですけども、日本政府が尖閣諸島を国有化したことを利用して、つまりこれは中国にとっては実際は危機だったわけ、ね、国有化したって別に影響ないっていう人もいっぱいいたけど、実は中国は危機を捉えたわけですよ。で、むしろそれを逆手にとって巡視行動の名のもとに実際は武装船を出していったら、日本は日本国憲法のもと自衛隊は立ち向かうことができないので、それが常態化して今勝手に武装船を入れても大丈夫になったよね、だからこの後も行けるようになった、これ勉強しましたって言ってるわけですよ。だから日本国憲法がある限り中国は日本を我が物にじりじりとできていくってことを証明したっていうことなんですよ。それをまあこういう短い言葉ながらかろうじて指摘してる、まあ最近の共同には珍しい記事ですよね。はい、次行きましょう。はい、参りましょう。こちらですね、続いてこちらです。北朝鮮問題時間ない、米補佐官衝突に危機感という、こちらも続けて深いに参りましょう。
共同通信によりますと、アメリカのホワイトハウス高官は2日、北朝鮮の金正恩政権が進める核ミサイル開発の問題を早急に解決しなければ武力衝突にどんどん近づいていくと強い危機感を示しました。これは国家安全保障問題担当のマクマスター大統領補佐官が2日、カリフォルニア州で開かれた会合で語ったものです。マクマスター大統領補佐官は北朝鮮の核ミサイル開発について、ミサイルを発射し核実験をするたびに成功でも失敗でも技術が上がっていくと指摘しました。そして金正恩政権がアメリカと世界にとって最大の差し迫った脅威だと述べました。その上で問題を早急に解決しなければ武力衝突にどんどん近づいていく、あまり時間は残されていないと強い危機感を表現したということです。はい、これはですね、マクマスターさんっていうトランプ大統領が特にあの北朝鮮と戦争を始めるかどうかをやがては決定、まあ、どちらにしろ決定するわけですけれども、はい、その時に一番強い影響力を持つ一人なんですね、マクマスターさん、はい、だからこの人が発言、この発言したのは2日ですよね。で、僕のさっき紹介したこの予算委員会11月30日です。で、11月30日に、この北朝鮮のミサイル発射の後の動きを見れば、直接関係する首脳たち関係諸国にもはや時間がなくなっていることが分かりますと、あの質問の冒頭に申し上げましたが、まあ、それを裏打ちする言葉だと言わざるを得ないんですね。これはもちろん人類にとって、あるいは北朝鮮の人々にとっても不幸なことです、不幸なことですが、これが現実の認識なんですよ。だからこれは予算委員会でも触れたように、拉致被害者の救出においては最初で最後の本当の機会になるというふうに日本は考えなきゃいけないので、はい、予算委員会では一例として包括救出部隊の、早期編成を申しましたけれども、本当はそれに加えて山のような課題があるわけですよね。で、同時に例えば天然痘ウイルスに対する対処をしていくと、核だけに目を奪われたら余計に弱みを作るということなんですね、はい、このニュースの持っている意味は非常に大きいです。じゃあそれと関連して次ですね、はい、こちらですね、一方でこちらです。ハワイで核攻撃警報テスト、冷戦後で初というね、こちらも続けてまいりましょう。共同通信によりますと、アメリカのハワイ全土で1日、北朝鮮の ICBM 大陸間弾道ミサイルによる核攻撃を想定して警報サイレンを鳴らす試験が初めて行われました。冷戦時代、旧ソ連による ICBM 攻撃を想定した警報サイレン試験が行われていましたが、冷戦の終結を受けて終了していました。危機管理を担うハワイ州の緊急事態管理局が北朝鮮の核ミサイル開発について新たな脅威だとして復活を決めたということで、警報サイレン試験の実施は冷戦後初めてです。観光地ダイヤモンドヘッドのスピーカー付近で聞いていたサーファーの男性は、北朝鮮の動きは気になる、サイレンは大切だと話しました。一方、ワイキキビーチではよく聞こえず音量の小ささを指摘する声も上がりました。はい、ですね、ハワイは太陽軍司令部があるんで、まあ、僕はこの12月も行く予定にしてますから、結局今年だけで3回行くわけですよね、はい、で、国会議員になる前はなんでこんなに頻繁に来て、しかも下手すとほとんど日帰り状態で帰るのかと、はい、怪しまれてですね、はい、なんか怪しいビジネスしてるのかと、いうふうに追及されたぐらいですけどもね。まあ、そうやって、よく行くんで知り合いがいますよね、はい、その知り合いに確認してみましたらね、反応2つやね、この記事にも出てきますけど、聞こえなかったと、音が小さすぎると、でこれはですね、ハワイ当局は、まあ、苦しいところで、あの観光地でですね、もうみんなが本当飛び上がってしまうようなやつをやっていいのかっていうね、ちょっとためらいつつの音なんですよ。でそれが1点と、で僕はこれ大きくすべきだと言ってます、ね、でもそれが1点とですね、でも聞こえた人はね、はい、なんであんなに嫌な音なのかと音の質の問題ですか、すごい不愉快なんだと、 あとすごい気分悪かったと、あ、これはですね、 J アラートも不愉快な音にしてあるんですよ。あ、で J アラートは民間の専門家として、まあ、その作る時にその側面支援をしたんですよね。でその時もいろんな議論ありましたが、なるべく不快感のある音にせざるを得ないんですよ、ね、ギギギギッとそうさないとダメですよ。それだけど何この音っていうね、それこそもうものすごい音量でなくても聞こえたら、はい、こういった何だろうと思うような、ね、音でないといけないんですよ。だからそのハワイのサイレンも、この不快な音なんですよ。で不快が大事なんですってことをお話をして、ハワイの人は分かってくれたんですけども、こ
これはハワイは今後繰り返していることになると思いますね、うん、日本にとっても大きな参考になると思います。はい、日米3ですね。はい、参りましょう。こちらですね。はい、新発射試験台の運用間近か、北朝鮮 SLBM ですね。こちらも深入りまいりましょう。共同通信によりますと、アメリカの大学の北朝鮮分析サイトは1日、北朝鮮西部の港で SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの水中発射試験台として使われる新たな船が運用間近だという分析を発表しました。はい、ですね、これこの関連のニュースね、北朝鮮の SLBM、はい、これ僕は基本的にどうやって聞くかというと、こうやって聞いてないんですよ。こうやって前唾、いや前唾頭まで言ってないんですよ。これ唾ついてないよね。前唾かなというのは、これ潜水艦発射型ミサイル SLBM だけじゃなくて、原子力潜水艦を作って動かすんだと。はい、しかし北朝鮮が、先行艇しか基本的になかった北朝鮮が、はいはい、いきなり本格的な原子力潜水艦ってのは本当かなと。あ、だから例えばこの SLBM みたいなものを港で、この数値に置いた発射実験台から撃ったりはできるだろうけど、それを例えば米海軍のような原子力潜水艦に乗せて世界の海、アメリカの間近まで航行するっていうのは、これはやっぱりこれですね。でそれとちょっと通じる話はね、次のニュースなんですよ。こちらですね。はい、参りましょう。アメリカの首都到達可能と韓国分析、北朝鮮新型 ICBM、 こちらの関連で深入り参りましょう。共同通信によりますと、先月29日に発射された北朝鮮の新型の ICBM 大陸間弾道ミサイル火星15について韓国の国防省は1日、アメリカの首都ワシントンに到達できるという分析結果を国会に報告しました。はい、そこまでいいんですが、はい、これはですね、要はこのミサイルをこの今回は縦に撃ったんですよね。はい、でこれはロフテッド軌道っていう、いわば専門用語がこの頃普通の言葉になってるんですけど、これ国会で言ったのはですね、とっさに